PWGC590 ブレーンはシャープの電子辞書のブランド。2008年7月より登場。星印は2021年3月時点で発売されているモデル。高校生中学生。コンパクトモデルは全機種。ブレーンライブラリー非対応。2014年1月からは電子辞書専用純正ケースが用意されている。 初代モデルは OZ-273 でカラーはシルバーブルーレッドの3色。縦型でマジックテープ式であった。2018年1月には2代目モデルとなる OZ-300 が発売された。向きが横型となり、側面がファスナー式となったためケースに入れたままでの使用が可能となった。カラーは OZ-273 にも設定されているシルバーに加え、ブラックと初の柄デザインとなるチェック柄が設定された。なお、OZ-273 は在庫金賞となった。対応機種は OZ-273OZ-300 共通で、生活、共用モデルの SAK 全機種と AA1、大学生、ビジネスモデルの SBK 全機種、 学生モデルの SHK 全機種、SS6SJK 全機種、AJ1 などとなっている。プレームのカラー液晶モデルには、パピルスの一部モデルのように、Windows Embedded CE 6.0を搭載しており、ポーコトプックやハンドホールド PC といった他の、Windows Embedded CE 搭載機器用のソフトが利用できる場合がある。また、プレームに搭載されている、系アプリケーションや、 ブレーンライブラリーで配信されているアプリケーションは Windows CE 向けアプリケーションである。ただ、Windows Embedded CE は組み込み用 OS であり、機器を開発するメーカーがその機器に不要な機能は削除し、必要な機能のみを選んで搭載することが可能である。ために、シャープが必要最低限な機能に絞って搭載している。そのため多くのポーコトプックやハンドヘルド PC 用の アプリケーションは使えないことが多い。プレーンのカラー液晶モデルが採用するコアは CE6 の中でも最小構成とされるものとなる。ありがとうございます。